小金湯温泉は北海道札幌市南区にある温泉である。郊外農村の中にある小さな温泉地で札幌市外からは定山系温泉の手前に位置する。源泉温度は摂氏30度前後といずれもぬる湯である。国道230号から200メートルほど奥に入ったところ、豊平川の清流近くに湯本小金湯と 松の湯の2軒の宿泊施設が存在する静かな温泉地である。どちらの施設も日帰り入浴可能、露天風呂があり、加温度化循環方式である。川の対岸に山が迫って、中上設理の壁をなす。昔は付近に黄金橋という釣り橋があったが、今はない。北東側には富山ダムがある。温泉地には札幌市アイヌ文化交流センター別名。 札幌ピリカコタンがある。以前より和人の居住はあったといい、正確な起源は明らかではない。小金湯パークホテルの庭にはカツラの巨木が生えており、地域のシンボルとなっている。幹回りは10.5メートルに達し、美英町でさらに太いカツラ、森の神様が発見されるまでは、北海道内最大とされていた。伝説によれば、 かつて美泉定山がこの木の下で一夜を明かした際、夢の中に樹齢が現れて、冷戦のありかを示したという。中谷いよいよ三江門が木の下に、不動明王を祭り、ホテル三代目の中谷愛知が、札幌市内各地から放置されていた、地蔵三十体以上を集め、ここで供養した。ABC、札幌秘境百選。ありがとうございます。